はい、皆さんこんにちは、大川桜です。そして宮本です。世界の竹山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はオセロミアンの戦2018が間もなく開催ということで、はい、ただいまエントリー受付中でございまして、はい、間もなくですね、始まりますので、はい、一旦ここでルールをおさらいしておこうかと。おさらいしましょう。はい、思います。去年もね、あったんですけれども、はい、今年からは、ま、ルールが一新されて、新しいものとなっております。まずですね、スイスドロー方式という方式が、採用されておりますと。はい、はい、これはあの成績が近い人同士がどんどん当たっていって、例えば、4勝0敗の人がいるとしたら、まあ、次当たる人は4勝、同じ4勝0敗の人、はい、うん、そういうことですね、っていうふうになっていきますので、参加者全員が、同じ対戦回数で、同じ相手と2度マッチングすることなく、うん、成績を出すことができると。光栄ですね、はい、関東と関西予選以外は4名が、はい、地区予選決勝トーナメントに進みますと、はいはい、これが予選ですね。関東と関西は8名になります。予選のルールとしては1勝選手となります、はい、そして、デッキ編成制限ですね、はい、デッキコストは180以下、そして、以下の いずれかを満たすデッキのみ使用可能でございます、はい、むちゃくちゃデッキはダメということです。そうですね、ここにはまあ、マークないですけど、むちゃくちゃデッキ、むちゃくちゃデッキがどれにも属さないデッキは、まあ、昨年に引き続き使用不可。オセロがポン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 ってなってる、あのマーク、そうそうそう、あのマーク、じゃあダメだよ、なんでもないデッキ、はい、そして、使用不可ゴマが、あります。はい、これは白の塔で手に入るフェリアと神格の守護者。なるほど、はい、これらのね、駒は普通の駒よりもちょっと強めに設定されてるに加えて、やっぱり入手難易度ですね、やっぱ誰でも手に入るってわけじゃないので、うん、そこでやっぱ平等性がちょっと失われるかなっていうことだと、はい、なるほど、思われますね、はい、で、封印駒、駒封印っていうルールが、決勝予選からあるんですけれども、はい、予選では適用されませんと、はいはい、はい、いうことになっております。はい、はい、ということで、まあ、もう我々がね、もし予選出るとしたらどんな時組むのかと、はい、まずあれですね、予選ですね、予選、うん、の、デッキちょっと考えてみたんで一回紹介してみたいと思います。はい、お願いします。はい、まず私、神探です。おお、神探、バリバリの神探ですね、これ。はい、神探です。あのね、やっぱり強い、うん、せやな、せやな、そしてですね、まあ、今回シスドロー方式ということで、前まで結構時間に追われながら戦うみたいなことがよくあったと思うんですけれども、今回対戦回数皆さん一緒になるということですので、回復耐久なんかをね使っていっても OK というか、全然その回復耐久使ったから不利になるみたいなことはないので、うん、回復耐久デッキが、まあ、数多くとは言わずとも見られると、まあ、そうですよね、うん、思いますね、うん、そうですね。なんで、まあ、あれですね、HP 条件ある駒を減らし目にして、うん、はい、やっていっておりますと、はい、いうところでございます。で、ベルゼブには先行を取って勝とうかなと思っております。はい、はい、はい、まあ、エンデガとアラジン2枚刺してどっちか引ければ OK、うん、1枚捨てても OK みたいな、うん、なるほど、になっております。はい、はい、はい、じゃあ宮本行きましょうか。ミヤポーさんはこちらですね。はい、ミヤポーになってる、ミヤポーになってるけど、ミヤポーさんのデッキはこちら。はい、まあ、マデッキで神をちらつかしてる感じです。で、ベルゼブブトップ、まあ、なんか宴とか見てきた感じで、やっぱりベルゼブブトップで強いのかなって思って、やっぱりベルゼブブトップで耐久にも、まあ、ベルゼブブうまく使えれば勝てるのかなって思い、こんな感じです。はい、終わりです。じゃあ、ゼリオさんこちらです。はい、まあ、吉野トップの、まあ、ベルゼを入れたタイプなんですけれど、うんうん、やっぱりその耐久はもう確実に増えると思うんですよね。で、となった時に、まあ、吉野のコンボスキルが普通に使えるのと、金色リッチの、ダメマス生成ですね、それがまあ相手専用のやつなんで、こっちにはね、何の影響もないので、それでまあ対策しつつ、まあ、罠若干多めにして、紙対策もしつつ、特殊ダメージ多めにして、まあ、安定してダメージを与えやすいので、逆に言うとそのバフ系のほぼ入れてない感じですね、うん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 、なので、まあ、そのとりあえず、まあ、ベルゼブブ置ければいいけど、いなくても、まあ、アズリエルが何とかしてくれるだろうというタイプのものです。はい、ありがとうございます。はい、まあね、今回3人とも
何も共通点なかったですね。確かに、はい、いやまあ、ね、バラバラですね、みんな考えてることが。バラバラですね。なんでこんな感じのやつらがいるんで、みんな気をつけて。なんで俺の写しないタイプの、多分この3種類のデッキのいずれかは確実にあると思いますが、絶対あるでしょう。なんでも逆に言うと、これらに勝てるデッキを見つけた人がいい成績を残すかも。そうですね、竜とかどうなんですかね。竜はどう、やっぱ神タンいるの嫌じゃないですか。神タンいるの嫌っすね。まあ、だから180でデューク組むのかなりむずいっす。確かにちょっとピキーになってしまうかもしれません、ね。回れば強いんですけど、まあでもやっぱそのまあ格下っていう言い方だとあれかもしれないんですけども、に負けてしまう可能性っていうのはやっぱデューってあるんですよね、あの下振れが激しいんで、安定はしにくい。なんで決勝予選とかで一発上振れ狙って使うのはすごいいいと思うんですけど、予選で何回も使用するデッキでデューっていうのはちょっとね、そうですよね、なんか勝ち星、ね、選びづらいかも。ちょっと怖い、重ねなきゃいけないから、なんかそう、連勝デューだと厳しいんじゃないか、やっぱ安定感あるデッキの方がいいんじゃないかなって思います。そうです、ただやっぱりそのベルゼブブを結構入れてる人がいると考えると、まあその竜輪が最近ね出てきましたけど、そのあたりで対策してくる人もいるのかなという、はい、まあ予想もありますね。はい、一回じゃあ戦ってみましょうか。はい、はい、わかりました。さあ、ということで、はい、先ほどのデッキ使って一回戦ってみましょうと。はい、お願いします。で、今ね、戦期間ということで、あの練習バトルの盤面、はい、ね、が、この普通盤面に固定されてますと。何もないね、カフマスとかね、カフマスとか、カフマスとかない盤面、これ戦本番でも使われる、ステージですので、こちらでもう友達と練習バトル、まあこれを機会にね、してくださいねと。嬉しいですね、やっぱそのランダム性がほぼこれでかなり開始されてるので嬉しいですね。さあ、またこのこれ、この画面何回見たことか。何回見たこと何回。さあ、まあザキヤマが、ザキヤマ先行ということで、ザキヤマ予選始まりました。始まりました。先行ザキヤマが、いや、いいですね、先行ヨシノ気持ちいいですね。ヨシノをいたしますね、そのためのヨシノ。いや、俺ね、強炎でかかったんですよ。そう、アラジン、アラジン置いてくる。ここでアラジンを何のあれもなく捨てれるという二枚差しの強み。なるほどね。いや、これね、出ると思うんですよ。と思うじゃないですか。出ると思うんですよね、これ。これはもうね、僕知ってました、これ来るの。おっと、これ来るの知っていた。あれ、なんで絶対出ると思ったんですけどね。ブブ引いてないよね、さすがに。さあ、ここでこれちょっとブブ引かせたらきついんですけど、この置き方。そうですね、2枚残ってしまってるので、ブブの状況を満たしている。さあ、へー、来なかった。でも痛い、でも痛い。痛い痛い痛い。まあでもほぼほぼブブはもう確定してるので、引いた瞬間に多分出てくるでしょう。でしょう。まあ、神田ね、ブブ出されたくないムーブとかできないんで、別に。あ、そうですね、もう、まあ、先行取って X 打ちとかするしかないんで。そうですね。さあ、アズリエル来た来た来た。3ターンは1200ダメージ。来た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 。ダダイガサタイで HP がもう半分終わっている。もうルキア見えとるんよね。そうですね、ルキア見えてるってことは手駒ロックないですね。さあ、これがね、迷いどこなんですよ。さあ、これがね、これ迷いどこなんですよ。佐々木はここで罠を624だって。そうですね、デバフもかかってきたので、あそこも計算してね。でももうこれ勝ち筋的にいくしかないんで、いきまーす。ぽよーんぽよーん。うっ、あとこれベリットだったので通常が返ってきてしまう。さあ、ダメージ。だがこれでザキヤマ削り切れるかどうか。いや、ベリット3枚返しあるな。だがここデバフが効いているので、固定ダメージだったら、さあ、これはいくでしょう。1400あるでしょ。そうだ、ありがとうございました。トークですね。決まりました。負けました。はいはい。さあ、そして、決勝ルール、はいはい、が、新しいものがさらにございますと、はい、はい、決勝戦はですね、地方予選で、まあ、予選で勝ち上った、まあ、4名ないし8名が、はい、ダンジョンで行うもの、
でございます。はい、はい、勝利条件が2勝先取になります。はい、なので、最大3戦行うことになりますね。はい、はい、そして、こちらデッキを3つ用意していくことになります。はい、で、1戦ごとにいずれか1デッキを選択していきます。はい、で今回は前回は負けたらもう一回使えたと思うんですけど、そうですね、はい、デッキですね、使いましたね。今回は勝敗に関わらず一度使用したデッキはその対戦中に再度使用できません。破棄。はい、破棄。破棄。うん、まあ、でも慎重に選びたいところですね。そうですね、はい、本当に。なんでまあやっぱ相性とかもあると思うんで、そこを慎重に相手が何から出してくるかっていうのをこう、読み合いですね。読み合いで、はい、そして、デッキ編成に制限がございます。こちら予選と先ほどとねほとんど、同じく、はいはいはい、コスト180以下、そして、紙デッキ、魔デッキ、竜デッキ、混合デッキのどれかに満たす、どれかの条件を満たすデッキ。そして、フェリアと神格が使えません。そしてですね、3つのデッキの中で同キャラ使用制限の対象となるコマは1つのデッキにしか編成することができません。はい、また進化後10日後などスキルやコンボスキルの効果や名称が異なるコマであっても、同キャラ使用制限に引っかかっているコマは別のデッキに編成することができませんと。はい、はいはい、まあ、なんでアズリエルと、まあ、ゴールデンアズリエル、まあ、名前は違うけど、はい、あの同キャラ使用制限には引っかかるじゃないですか。そうですね、はい、なんで、1つのデッキしか入れられませんよみたいな感じですね。はい、まあ、逆にそのやっぱ進化アズと10日アズも同キャラ使用制限に引っかかるんでダメですと。はい、はい、まあ、でも B ゴマは、同キャラ使用制限は2個なんですけど、1つのデッキに2枚入れるのは OK なんですけどあのなんかベリット1枚ずつ入れようみたいなのはダメダメ、うん、はい、となっておりますのでお気をつけください。はい、はい、はい、そしてですねこちらがまあ結構大きいやつで、特別ルールとしてコマ封印というものが採用されております。はい、コマ封印。はい、対戦前に選手は、それぞれコマ封印するコマを1つ決めますと。はい、そして、お互いに、まあ、コマ封印するコマを伏せて審判に申告いたしますと。はい、はい、で、こちら所持してないコマの指定も OK だよと、うん、いうようになっております。で、両選手がコマ封印で指定したコマをお互い同時に、まあ、開示されて、両者ともその使えなくなります。はい、うん、はい、で、もし仮にそのコマが禁止されたコマがデッキに入っていた場合は、まあ、5分間のデッキ調整タイムが設けられまして、まあ、例えばベルゼブブ禁止がいいですって言われて、はい、オキシベルゼトップだったらそのベルゼブブを変えなきゃいけない。はい、うん、そういうことですね、うん、わけなので、まあ、代わりのコマをね考えておいた方がいいと思います。わかりました。うん、はい、はい、まあベルゼブ以外にももちろんファヌエル、ジェインだったりとか、うん、まあやっぱルキアとか、ルキアとか、ね、エンデガだったりとか、うん、そこら辺が、ね、うん、禁止されてくる可能性が高いので事前に考えておくと、スムーズに何もなんか焦りなしで戦えると思いますの で、いや5分間だからね。そうそうそう、意外と短い、ね、意外と短い、はい、思います。まだね、もうちょっと詳しいことはあるんですけれども、まあ、サイトなんかを見ていただくと分かりやすいと思います。はい、はい、はい、ということで、まあ、今回ですね、先ほど、タイガー桜井、ザキヤマさんに、地方、予選で負けてしまったんですが、はい、まだまだチャンスはありますと、はい、タイガー桜井とミヤボー、なんと決勝に上ってきました。あの後もう全部僕負けちゃって、はい、おめでとうございます、本当に。はい、ハイスアップオセロニアの戦2018ですね。はい、はい、ここにミヤボーと私ファイナリストでございますので、ここで決勝戦を模擬的にやらせていただきたいと思います。はい、模擬的にやらせていただきます。はい、していただくと、じゃあ、ジャッジザキヤマに、はい、禁止ゴマをちょっと報告しに行こうと思います。はい、はい、禁止ゴマはもうすでにお二人からね、はい、僕のところに来てますので、はい、じゃあ発表させていただきます。はい、今回の、オセロニアエクサファイナリストカップの禁止ゴマ、ルキア、そしてベルゼブブ、この2コマでございます。お前ルキアになんだ。ルキアにした。ほールキアにした。OK。 ベルゼブブね、想定内、想定内想定内。さて、両選手にはこれから5分間のデッキ調整タイムが与えられます。はい、はい、というわけでこちらでコマ封印の調整が終わりました。はい、はい、は対戦していただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。では、第1回戦、はい、第1回戦、タイガー桜井 VS ミヤボー、
果たして勝利の女神はどちらに振り向くのか。女神様。あー、ヴィーナスよ。さあ、始まってまいります。さて、両選手ともね、最初はどんな出来でいくのか注目でございます。さあ、始まりました。おっと、こちら宮坊選手デネブトップで、桜井選手がこちらシーラザのトップ。いや、踏んだな。さて、先行はタイガー桜井選手ですね。さて、こちら、宮坊選手ね、入出来ということですけれど、これも早めにね、型をつけてしまえば確かに非常に有利なんですが、長期戦に持ち込まれると非常に不利になってしまうのかなという認識ですね。さあ、これで宮坊選手どこに置くのか、順当に X に行くのか。さあ、おっと、ここは X に打たなかった。さあ、桜井選手、ここは非常に珍しいデッキですね。さあ、これで桜井選手が何をチョイスするのか。さあ、エキネが出ましたね。こちらが、2ターン後に罠駒を2体召喚するというふうになってます。さて、桜井選手、まだシーラザードを使っていってないですね。さあ、ここでエルスドラッケ、珍しいですね。こちら宮坊選手、後からコンボをつなげて一気に攻める三段でしょうか。さあ、ヘギネのね、カウントが1個減りました。さあ、ここで桜井選手がこちらシーラザードを選択。それでマイターの HP を回復していきます。さあ、お互い HP はまだまだといった調子ですね。さあ、ここでアラジンとランプが出ました。こちらで、竜の方でバフをかけつつ攻撃していこうという。力さ、重いしいのかな、これ。どうなのかな。でも盤面数では勝てないんですよ。さあ、ただしこちらですね、あの竜でこちら X を一度許してしまうことになるので、さあ、ここでとんでもないアタッカーを宮坊選手が持っていた場合、かなりの大ダメージを狙えるのではないか。さあ、ここでおっと、こちらはマナゴマをね、敬遠したという形でしょうか。もう一旦ってこと。もう一旦。さあ、こちら、ドキドキしなきゃいけないですか。ミンランド・タイランドを潰していきましたが、シーラーザードのね、コンボが発動したので、神ターンではないということになりますね。やべー。さあ、お互い駒巡りが若干苦しいような予想を呈しておりますが、果たしてどう転ぶのか。竜としては非常にこの長い戦いを強いられている印象ですね。ここでガト、ガト、ガトですね、こちら。さあ、両選手ともちょっと苦しそうな雰囲気が漂っておりますが、さあ、ここで桜選手、何を、おっと、これで自分の強化マスを生成。盤面的には桜井選手有利ではありますが、ここでコンボをどうせんかできている状態が。さあ、これでどこまで決められるのか。いったー、これはもちろら正月ニューイヤーラインですね。これで次のターンに普通に強いですね、やはりその本人が。やはりここは桜井さん選手としてはもうちょっと生かしておくわけにはいかないのではないかと。さあ、これさらに吸収していきます。盤面的には非常に良いですね。宮坊選手、コンボ動線は現在構築できていません。しかし、まだ竜デッキのまだ HP が半分をまだ下回っていませんので、さあ、ここで龍も、さあ、ここで動線できましたね。あー、しつこいな。ここで動線ができました。非常にしつこいな。桜井選手の HP、ちょっと残り結構厳しいことになってるのではないでしょうか。そして、ここで両方の動線をつなげてしまうのか。
耐えられるのか。さあここで龍馬の動線を潰しにかかりました。あそこで多分動線を繋がれていたらかなり厳しかったのではないか。さあそしてついで回復していきます。しかしこのうわそういったことが起きんのか。やべえ、さあどういったことが起きたのか。やべえこれ、そっか、うーわこいつ、これはそういうことなんだな、ニューイヤーファウルーナは最初の12枚以下の時しか発動しないのでアタッカーとして優勝なんですが、この時点ではさすがに使えなかったか。さあこちらでフレデリカですね、こちらで回復マスを踏むとうまく何かしらの回復行為を行うと、ダメージが相手に入るのですが、現状では踏ませられるものがないないし回復手段がないのかもしれません。あーやばい。あーお互いなかなか苦しい状況。さあここで金色ルーが来ましたね。まだ開けないんだ。さあここでまた金色ルーを潰すのか、もしくは龍馬を潰すのか。さあ相手の、宮尾選手の HP がまだ7687上がっています。ひょっとしたらその回復メインのデッキではちょっと辛い削り気なのかもしれません。さあここでよし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 、回復マスを生成。この状態で、宮尾選手どこに置いても確定でダメージを受けてしまいますが、HP の低い竜デッキにはそこまでの打撃にはならないかもしれません。さあここでフレミっぽいな今のな。でちょっと動線がつながっている形、ガトの動線がつながっておりますが、日陰を巻くことになるのでうわやばい、マジでやばい、マジでやばい、巻くことになるのでマジやばい、かなりちょっと、ああしかも机が発動しなかった、マジやばい、盤面的な相良先生非常に有利な状態となっております。どの試合来たなさあもう非常に長期戦戦いは込みを極めております。やはりさあここで毒を封印する、頼む頼む頼むスキルですが、今は特に妙精神上に回ってないような、ここでさらに捕食が入ってしまうと、この捕食でそうですねダメージを受けてしまう。おっとこれはこれは残りの HP が、線を切っている状態ですさあここでアヌビスを出していくのか、もうすでに最初の戦でいっている。第1試合タイガー桜井選手の勝利です。いやこれやってみると分かることもあるななるほどね、はい、どんな出来だったんだろうって感じだよね。はい、まあそれは後々って感じですね。はい、じゃあちょっと2回戦いきますか。はい、2回戦いきましょう。はい、続いて第2試合です。さあ、で両選手とも今使ったデッキは今回の大会では使うことができません。さあ続いて、両者ともにどういったデッキで来るのか非常に楽しみです。もう龍タン来ないんだもんね。チャン属性の、ね、駒が被っていなければ大丈夫なので、また龍タンの可能性はあり得るかと。まあ極端な話、その宮本さんが今デネブトップの龍デッキ使いましたけど、次に暗黒竜がね来る可能性も当然。さあここで両方ともこれは宮本選手がロスカトップ、桜井選手がヘイラントップ。さあ先行はタイガー桜井選手、最初にまず選択するのはクリスマス霊帝ですね。こちらデバフ3ターンにわたってなっていきます。宮本選手、高校のロスカトップなどでちょっとまだ置けないのかなという印象ですが、さあここで、ルーティルですね、まず1コマ呪っていきます。さあこれで何が呪われるのか。ここで、トップのヘイランは呪われていない状態ですね。さあここでまず呪われた浮世絵を切っていきます。山本選手まだロスカワーは今置いた方がいいよさあここでロスカワー置いた方がいいよ。悪魔のささやきが山本選手を襲う。
さあ、ここでソワンですね。これで一番 ATK の高い駒が呪われます。さあ、ここで桜井選手の一番 ATK の高い駒はヘイランです。出そうと思ってた。はい、こちらちょうどいいタイミングで呪ってくれたなという印象でしょうか、桜井選手。さあ、ここでヘイランの進行毒が巻いたんじわじわと、宮尾選手に襲いかかっていきます。さあ、定石通りに行くと、ここでロスカを X 打ち。さあ、ここでルーシーが2つ出てきました。この時点で、ルーシーの呪いはほぼ確。さあ、ここでハロニア、普通のアルカートですね、アルカートの投下が来ました。盤面を取りに行きましたね。一度ロスカのコンボは受けてしまうんですけれど、盤面的には現在、桜井選手が非常に有利な状態です。さあ、ここで宮保選手が何を打ってくるのか。さあ、ここでちょっと名前が出ませんけれど、確かに右か左のアルバ、アルバですね。どっちでしたっけ、右か左。左です。左ですね。左のやつ、左かのものを、確定で呪えるので、左側2番目で失礼いたしました、はい、左側2番目のコマを確定で呪えるという戦法となっております。さて、ここで動線的にはまたさらに、ルーシーと呪いと、さあ、これはうまい、宮本選手うまい。これで要となる、ヘイランを取られたくはないが、返してしまうと、通常のものと、これ確か両方ダブル返しですね。ダブル返しですね。ディフロック、返るのですが、これ桜井選手返さざるを、これを返さないとちょっとデッキのキーが、戦略がかなり崩れてしまうので、返すか。いや、ちょっと時間ねえな。さあ、ここで罠駒で返していきます。被害を最小限に抑えました。ただこれがまるっと返ってくるので、かなり痛手ですね。ただ、さすがにヘイラの進行とか強力なので、毎ターンじわじわと入っていきます。宮本選手としては今置かれた駒、罠駒が何だろうか。さあ、ここで犬名前はどう忘れしました、はい、スパイクフントがありました。ただここで3つ来ますね、呪いがね。呪いが3つ来るので、これはただ呪いが3つ来るか、この3つ呪われた駒を出すのか出さないのか。しかし、かなり悩みどころだと思います。ただ次のターンにはブランジェッタのね、ゾンバが出てきますので。さあ、そしてここでルーシーの動線は完全に耐えた状態です。すごいダメです、アテロニアチップに乗っ取ってクソとか言っちゃダメです。紳士的に、宮本戦紳士的にいきましょう。さあ、ここでルーシーの動線がない状態で、なおかつオルプネによって意識を回復されてしまいました。さあ、ここでマナゴが来ました。悩みどころありますね。ただ桜井選手、ここで呪いが4枚入ってる、4つですね、入ってるので相当のダメージを受けてしまいます。問題はこれを、まあ、繋ぐのか繋がないのか。アイハでも死なないね。さあ、どうなのか。これは繋ぐべきなのか繋がないべきなのか。トーカブランジェッタに、アイハでも死なないね。よしよし。さあ、ここでアイハでも、さあ、これで、やったー、そのまま入り、やったー、桜井選手連勝、サイズアップ、モスランジェクターの優勝はタイガー桜井選手に決定しました。おめでとうございます。悔しい、ブーニアゲットだくそー。さあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ちょっとね、戦ルールでいろいろやってみたんですけれども、はいはい、やっぱりあのね、練習大事だなと思いましたね。いやー、大事、もうデッキ構成とかもそうっすね、はい、ちょっとね、今使ったデッキを紹介していきます、はい、そう、はい、それでは私が今回持っていった1個目のデッキはこちらでございます。はいはい、はい、混合デッキ、混合だけど、まあ回復より、なんか変わってますよね、ちょっとね、変わってる。俺は、あれなんですよ、全部分けなきゃいけないのかなと思ってて、ちょっとルール勘違いしました。私紹介する身として申し訳ないんですけれども、つまりその、例えば混合デッキは1種類しか使っちゃダメとか、そう、紙デッキは1種類しか使っちゃダメなのかなと思って、そう、そんなことはないんですよね、はい、僕1個こちら紙タンを持ってってるので、うん、
もう紙デッキは組めないなと思ってで、竜単、はい、とか竜デッキをちょっとあんまり組みたくなくて、うん、で、まあ、今回ちょっとこういう混合にしてみたんですけど、ちょっとね、やっぱ練習しないとダメだな。どうだ、うん、でもね、意外と戦えそうだと思った。すごいよ、これなんか呪いとかも対策してるわけでしょ、うん、この見た感じ、毒と強欲デッキ、うん、これすごい戦いにくく、まあ、ちょっとこの、ね、撮影前に桜井さんでやったんですけど、うん、僕普通に負けてますからね。なんかね、強かった。なんか強い、うん、しかも、ね、うん、スキルレベルとかまだマックスじゃないのもいる。そう、スキルレベルすごい雑なんですけど、今回のカップ戦で、ね、手に入る竜輪の駒とかは特にまた、こいつって確か1枚呪われてなきゃそうですね、しないんですけど、そういうことなんですね、うん、毎つ新しいその核戦の駒だったらいつでも発動できるんで、うん、まあ、単純にアズリエルとかの返しにも強い、ブランジェッタとかの返しにも強い、そうですね、はい、思いまして、まあ、まだ結構その龍さんにも魔さんにも回復寄りの駒っていうのが結構いたんで、うんうん、楽しく遊べました。でも今回復耐久はちょっとあんま経験なかったのですごい難しかったです。せっ、ヘランですね、うん、なんでヘイランにしたのかちょっとねすごいね思ってた、考えてたんだけどちょっと忘れてたなんだっけな、まあやっぱり、うん、なんだっけな、まあ一旦置いときまして、まあベルゼブブはね9割型バンされると、はい、思いますので、まあ、まあ中心のデッキはこういう毒中心のデッキにしていこうかなと思いました。で、まあ苦手なデッキっていうのも少ないのでね、竜タンですか、それこそ、うんうんうん、はい、そういうのも楽しいんじゃないかなと。じゃあなんかすごい考えてたんだけどな、忘れてたな。で、まああとは単純に強い神とですね、ルキアと当たる確率がすごい低いんですよね、うんうんうん、はい、要するに、まあ、そう禁止駒にルキアをする可能性が、被っちゃダメ、そう、被っちゃダメだし、あ、だし、そう、そう、ね、だから3戦に1試合しかルキアと当たらないんですよね、うん、なんで、まあ、フェリタプティなんかを採用してもうゴリゴリいっちゃおうみたいな、まあ、もうルキアを考慮しない、うん、もう全力の神殴りという、はい、ことですよね、でございました。はい、まあ、出す順番とかもね難しかったね。難しかった、考えたけど、いきなり竜胆出てくると思わなかったもんなはい、じゃちょっと宮坊の出来も置いていきましょうか。はい、僕は竜胆を初め持ってきました。まあ、理由としては、呪い相手にも強い、つまりベルゼブブトップにも強いかなと思って、まあ、今回なかったんですけど、まあ、とりあえずなんか、まあ、回復耐久にも相手できて、プラスその魔とか HP の低い染め、魔染めとかのデッキにも戦えると思ったのでこれにしたんですけど、ちょっとうまく回らなかったな。で、俺このデッキやってみて思ったのは、この枚数制限のやつがちょっと2枚あの戦い方じゃダメだったなってちょっと反省してます。アタッカーもちょっと少なくて結構条件あるやつ多いんですよね、こいつとかも3枚とか、うん、だからそこちょっと見てたなと思って考えます。でも竜はありだと思った。うん、まあ、神ターン相手にも言ったら上振れたら勝てますからね。そうですね、うん、まあそうですね、何でもいけちゃう。だから1回目に持ってくるのはなんかいいなと思って、奇襲、うん、そうそうそう、奇襲まあ決勝だったらありえるじゃないかなって。そうですね、やっぱ1回上振れればいいだけだから、うん、そうですね、うん、まあこれもうロだってこいつと、そうですね、こいつもう手元にあったらもう勝ち確みたいなとこうんうん、うん、もう勝ちの、もう2つ来てたら勝ちはもうすでに見えてますからね、うん、うん、勝ち筋が非常に大きいですよね。そうです。で、これが2回目使ったやつ、呪いの魔胆にしました。呪いは、うん、まあ神胆相手に刺さるかなと思って作りました、うんうんうん、まあ、結局神胆使ってくる人は多いんじゃないかなって理由で、うん、あとこれ使えるしね、アルカードとか。そうだね、そうです、これ嬉しいですね、魔胆にする意味が、ルキはこっちでね、バンして、してあーなるほど、そしたらアルカードは使えるんで、まあ、これはいいんじゃないかな。うんうん、そうですね、確かに、まあ、ルキアとハロウィンアルカードをなんかお互いに言い合うことがなさそうです、うん、まあ、ベルゼブブバンされたとしても、まあ、呪えるやつはたくさんいるんで、うん、一旦大丈夫と、まあ、今回ちょっと S が引けなかったですけど、まあ、でもいい感じに回れてたんじゃないかな、うんうん、と思います。先行引かれたら
ってますね。そうですね。そうですね。まあまあそれはまあ勝負の世界なので勝負ですね。勝負ですね。まあクレールデッキを作らなきゃいけないです。でこれ最後出さなかったんですけど、今後や。今後で俺ミスったのはここ今後やっぱ持ってこな来るとこっちに入れたいのは入れられないなって。おジェンか。そうですね。ジェンとあとミミュとかも、ね、ファイアドレイクとか、うん、入れたかったんですけど。入れられず、まあこっちはお披露目する機会なかったんですけど、ルキアバーンしたことでもうその出されることじゃないじゃないですか、ほぼ、うんうん、その乱量が。なのでもう攻撃力モリモリの今後がっつり奇襲攻めていこうかなって思って今後も作ってました。なるほど、確かにルキアバーンしたら今後めちゃくちゃ強そうですね。そうですよね。多分めちゃくちゃ強い、恐れることないですもんね。そうそう、もう絶対出ないんで、もう多分調整とかほぼまあ僕がしたいんで、まあほ4あでも 5枚あるね。5枚あるね。もっと強欲なあれにもできる。もっと強欲なあれにも、うん、そうですね。まあそれこそララノアでもいい。ララノアでもいい、最悪。ハロウィンアルカードをまあ恐れぐらいしかないってことですもんね、大越さんはね。そうですね。っていう感じなのをささっと作って作りました。はい。ブブは入ってたんですか。最初は。ブブはこっちにはもちろん入れてたよ。オルプネがみたいな感じだった。うん、こっちですね。ラナ、ラナが。ラナに言ってた。うん、俺もあのヘイランにルキア入ってたんで、うん、困りました。大変。はい、という感じなんで、はい、皆さんもぜひ、やっぱね練習ほんと大事だと思った。いやほんと、うん、まあこれもう俺もこのリューター見直し必要だなと思った。もっと火力欲しいね、うん、やっぱ動かしてみて気づくことってかなりねあると思うんで、むしろそのやっぱ出る味方で出る友達同士でやっていただくと、うん、あルキア全然出ないなみたいな、そういうルキアの出なさとかが多分、うん、あの分かると思うんで、ぜひやってください。はい、楽しい、楽しいですねこれ、はい、エントリーは、まあもうちょっとで締め切りになっております。はい、次のチャンピオンは君かもしれない。グッドラック、グッドラック。バイバイ。バイバイ。